どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、僕は今日サイバーエージェントさんの新オフィスのアメマタワーズに来てます。でここは11階なんですけども、今日は、サイバーエージェントの社員の松下さんに、OB 訪問という形で、お話をお伺いさせていただこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、で今社食の前に来てるんですけども、これから社食を一緒に食べながらザックバランにお話をお伺いしたいと思います。では行きますか。行ってみましょう。はい、めっちゃ綺麗ですよね、ここ。いや、そうなんですよ。新しいからめちゃめちゃ綺麗で、社食も結構全然すごい。やば。すごい。結構広いですよね。こちらカフェスペースなんですけども、こんな感じで、すごい。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。美味しいです。美味しい。いただきます。いただきます。アサイボール、美味しそう。こんなのが社食にあるなんて。じゃちょっといただいてもいいですか。はい、食べてください。めっちゃ美味しいんで、うん、どうですか。不思議な味。美味しいです。美味しいですか。なんかよかった。いいですね、これ。健康にいいんです。あ、こういう味なんだ、アサイボールって。そうなんです。いや、マジであれですね、なんかバナナの味しか。では、松下さんに案内をしてもらおうと思います。はい、こちらがちなみに社食のスペースです。はい、では。こちらが、今日の料理になっていて、はい、テレビチケットが出てないんですけど、全然わからないけど。はい、チョコライス。あ、でも安い。さすが社食だ。そうなんですよ。めちゃめちゃ安いです。で、しかもしっかり量もあって、ちなみになんですけど、毎日違うんですかね。はい、そうなんですよ。いいな。はい、今週の献立みたいな感じでビックリミット。あ、全部いいですね。はい、ありがとうございます。わーい。ではいただきます。いただきます。いただきます。はい。こんな感じで。美味しそうです。ちょっとひっくり返したら汁がこぼれちゃう。松下さんがサイバーエージェントに入社されたのは今年、今年度ですよね。そうです、そうです。今年の4月に入社しました。で、2ヶ月ほど経ったと思うんですけども、はい、実際に入ってみてどうですか。なんか、はい、入る前と入った後のギャップみたいなのがあると思うんですけど、うん、なんか実際入ってみての率直な感想をお伺いしたいです。はいはい、っていうと、はい、なんか結構サイバーエージェントってキラキラっていうイメージが持たれやすくて、私もなんか、うん、まあ、キラキラしてるのかなっていう、なんかぼやっとしたイメージで入ったんですけど、はい、なんかすごい、まあ、もちろんキラキラではあるんですけど、はい、なんかそのキラキラの方向性が違うというか、愚直に日々の仕事はこう皆さん頑張られて、すごく地味で大変なこともたくさんあるんですけど、それを頑張っている姿がなんかかっこよくてキラキラしているというところでギャップを感じました。はい、あ、知らなかったので、そういうのを。で、その若いうちから裁量権が与えられるみたいなのを会社が歌ってると思うんですけど、実際にその入社してみて意外とその裁量権を与えられてやれたりとか、あと人が良かったりとかっていうその基準には満たしてましたか。すごい満たしてると思います。もうなんかやっぱり若手からもう1年目内定者の時から経営者やってる子もいたりですとか、事業責任者1年目に抜擢される人もいたりですとか、はい、周りにすごいたくさんいるので、自分も早く成果を出してそういう風になりたいとか、まあ、成果を出せばそういう風になれるんだという環境が実際にやっぱり中に入ってすごい必死と感じられるっていうのは、しかもなんか社内的なカラーで、まあ、失敗した人に対してセカンドチャンスを与えようというカラーがあって、まあ、失敗するかわからないすごい大変なことに対して取り組んでいることに拍手をして、その人たちに対してじゃあもう一度、チャンスを与えて成功に導くようにしてあげようという。いや、いいですね、それ。セカンドチャンスを与えることはなかなか社会では、まあ、できないことはないと思うんですけど、うん、大変じゃないですか。難しいですよね。けどサイバーエージェントなら可能、実現可能っていうことで。そうですね。いいですね。松下さんは結構あれなんですか、パリピなんですか。パリピの定義は何ですか。パリピの定義は結構広いかもしれないんですけど、はい、僕の中の定義では、飲み会とかで、はい、わーって騒ぐ人です。あー、なるほどなるほど。
で言うと、はい、まあわーって騒ぐ方かもしれないです、はい、うるさい方です、はい、でもその裁判の中で見てるとめっちゃいろんなカラーの人がいて、はい、なんかすごいあのしっぽりあの落ち着いて飲む人とかも、はい、そもそもお酒も飲まない人もいるし、多様性がある、はい、いろんな人がいます。私は典型的かもしれない本音を言っていただいてありがとうございます。就活生の時になんかどのような就職活動をしてたんですか？最初すっごく幅広く見てて、はい、私もう本当に業界のこととか会社とか何も分かんなかったので、はい、とりあえず幅広く見ようというところで、はい、メーカー、金融、外資ってすごい全部ざっくり見たんですけど、はい、そこから、自分の軸に合わないものを削ぎ落としていって、はい、最終的に残ったのがベンチャーという軸と、はい、総合商社という軸、はい、で、残って最終的に再開した感じです。松下さんが就活生の時になんか やっていてよかったなみたいなことってありますか？就活中にやってよかったこととかで言うと、たくさんの社員さんと、まあ、たくさんの大人の方とお話をしていってよかったっていうのがちょっとで、それはもうどんな業種の方も CA に入ったから CA の人とめちゃくちゃ喋っててよかったじゃなくて、サイバー以外にも本当にたくさんの社会人の方と関わる機会なので、就活はそれはすっごいよかったです。めっちゃ勉強になりました。ちなみに何人ぐらいにお会いしたんですか？いやもうすごい覚えてない、本当にめちゃめちゃ会いました。ちなみにそのアポイントメントってどのようにして取ってましたか？っていうと、帯ホモアプリの、まあ、例えば今だったらマッチャーとかあるじゃないですか。私はビジット OB と、あ、僕もビジット OB でした。あ、そうですか、はい、ビジット OB と、あとスカウトサイトとか使ってました。スカウトサイト、はい、あ、オハボックスとか。あ、そうです、そうです。あ、やっぱり私肉が好きなんで肉リーチ使ってて、肉リーチ使ったことないんですよ、僕。肉食べれながら就活するやつですよ、はい、いいな、焼肉食べましたとか、いいな、そういうサービス使ってたんですね、結構。そうなんですよ、それで結構あったりですとか、はい、まあ、そういうきっかけをたくさん種まいて置いとくというか、なんかたくさん行動をすればやっぱりいろいろ刺激を受けるし、いろいろ価値観が広がったり、と刺激されるので、まあ、そういうふうに思ったら行動するっていうのをやっててよかったなっていうのがめちゃめちゃ、そうですよね。大学1年の時から海外の、インターンとして記者の体験をしたりとか、はい、あとは高校時代からその海外への関心があったりとか、なんか具体的な行動をしていたことによって自分の価値観が形成されていったっていう。そうです、そうです。いいですね、すごく。じゃあ今の大学生におすすめすることとしては、気になったらとにかくやってみようっていう。はい、それはすごい大事です。なんか時間が本当にめちゃめちゃあるの で、お金はないけど、はい、時間はあるから本当にたくさんのことに挑戦してほしいなって思います、うん、いい話です、ありがとうございますあ、ちなみにですね、サイバーエージェントさんの方でもうインターンを募集しているっていうのもお聞きしたんですけど、インターンとスタートアップチャレンジスタチャレっていう、略してスタチャレっていう新規事業コンテストがありまして、で藤田さんに実際にプレゼンができるっていう、そうです、そうです、イベントみたいなコンテストがあるらしいので、よかったら皆さん興味のある方はふるってご応募ください。ご応募ください。あとインターンも何て言うんですかね、通年的に採用じゃないですけど募集してるじゃないですか、はい、で今回も今の時期も募集してると思うんですけども、僕もサイバーエージェントさんのインターンに参加したことがあるんですけど、すごく学べるところが多いので、3日間とかワンデーでもいいと思うんで、参加ぜひしてみてください。ぜひしてみてください。はい、ということで松下さんに今日はなんか OB 訪問みたいなことをさせていただいたんですけども、はい、すごい本音を語っていただいてありがとうございました。とんでもないですということで、気になる方はインスタのフォローをお願いします。お願いします。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな、じゃあな OK です、ありがとうございます。でちなみにですね、お二人今サイバーエージェントさんで働いてると思うんですけども、こちらの大村さん、今カメラをしてくださった大村さんが YouTube チャンネルをやっているということで、シブスタということで、シブスタやってます。起業したい人向けの YouTube チャンネルですよね。はい、はい、
まあ、今話題の経営者のインタビューだったり、はい、あとその企業に役立つような情報の発信をさせていただいているので、はい、ぜひ興味がある方は確認よろしくお願いします。はい、僕も多分その頃には出てますよね。多分同時タイミングぐらいで動画を出してると思うので、しゅうさんも出演するのでぜひ、はい、よかったらお願いします。